はい。アメラジー。一応これが第3弾。正式には第3弾ですね。ちょっと一回心境報告を挟んで、第4弾チェックになってますけど、まあ一応僕の中では第3弾のつもりで言います。よろしくお願いします。はい。一定数需要がある。なぜか。ありがとうございます。僕は逆にこんなね、僕のくだらない話を聞いてくれる視聴者に感謝しかないですけどね。めちゃめちゃ好きだわって思いますね。 あのさ、さりげないことですけどね。例えば俺、死後終わって毎回言うんだよね。あの、仕事終わったら。本当に終わった時間に言ってるんだけど、あれ。もう、終わって、建物から出るぐらいで、もう、金怠打った後ぐらいで俺死後終わってツイートしてるから、今だったらポストですかはい、すいませんね。X ガチ勢の方。今だったらね、ポストしてるんですけども、結構20名ぐらいの方がね、いいねつけてくれて。いやー、結構あれだけでもね、だいぶ、 疲れが取れるというかね。ありがたいですね。うん。いやー、し、おつですっていうのあれ、本当は一人一人返したいんですけど、ちょっともう疲れてるんで、いいねだけで許してください。はい、死後おつって言ってる方、いつもありがとうございます。ちょっと日頃の感謝を込めて、ここでお礼を言わせていただきます。で、今日は何かっていうと、まあ、金仕事の近況報告がもう良くないもう第2弾まで仕事の話しかしてないじゃん。 あの、第三段、カッコ仮みたいなの、あれも仕事の話じゃん、言うと。新報告引っ越しました、仕事しました、就職しましたよ、みたいな。もうそんな話ばっかりじゃん。ということで、今回は、ちょっと最初の方とか皆さんが知ってることもあると思いますけど、アメユリ、立志編を今日は話したいと思います。はい。何かっていうと、まあ、その名の通りですけど、この僕、アメユリっていう存在が、どうやって誕生して、どうやって今に至るのかっていう話を、 していきます。結構話したことある内容ももちろんあるし、逆に話したことないような、ここで初めて聞くよっていう話の内容もあると思いますので、ちょっと気になる方とかはね、あの、寝る前にでも聞くとか、もしくはあの、通勤途中に聞くとか、なんかしてください。30分程度話すと思います。 知らんけど。<laughs> 別に30分とか何も考えてなくてね、話すタイミングはね。はい。まあ、最低限30分ぐらいは話したいよねと、せっかくラジオなんでね。まあ、そんな感じは思ってます。なるべく落ち着いたトーンで話すのがいいよね。寝る前に見てる方がいるかもしれないからね。あんまギャーギャーわーわー話すつもりはないですね。はい。で、多分ね、僕が YouTube をそもそも本気でやろうと思ったきっかけっていうのは、多分知ってる方が多いと思うんで、 まあそこにつなげていきますけど、実序盤はそもそも <coughs>、そこに至る前の話が、まず、あのー、第0話っていうのがあるんですよ。呪術戦ゼ0みたいな感じで、まずそもそも僕という存在がそん登場する前の僕がいるんですよね。第一にね。うん。何かっていうと、もともと僕って、あのー、パズドラというゲームをする前にですね、そもそもパズドラ以外で動画撮ってたんですよ、実は。ね。 パズドラから知ってくださった方多いと思うんですけど、もともと僕が動画投稿を初めてやったのは、高校、高校、いや、中学をあげ、いや、あれはあげてないかな。中3の時に、中学生の時に、あの、動画を撮ってはいたんですよね。ビデオカメラその時から実はもう買ってて、撮ること自体は好きだったんですよね、動画自体を。で、高校に入って、あのー、ちょっともう名前出すか。えっ、ー、とね、 ニコニコ動画で、あの、ギター動画の中西っていう方がいるんですよ。ハニーワークスのギターやってる方なんですよね。ハニーワークスって聞くと、おなんか聞いたことあるぞみたいな。ハニーワークスってあれ,あれじゃんみたいな <laughs>。ね。聞いたことあるとも、可愛くてごめんとかね。あれもハニワですよね。とかね。あのー、ま、そんなハニーワークスのギター、まあ、何人かギターいるんですけど、その中の一人に中西さんっていうね、方がいらっしゃるんですよ。で、僕はそれに憧れて、ギター、 で、こう、ニコニコ超会議とか出れたらいいな、みたいなね。海賊王さんでしたっけちょっと名前があやふやですけど。とか、最後ら辺の使徒さんとか、かギターやってる方だったら結構、おぉみたいなね。その名前知ってるぞみたいな方いらっしゃるかもしれないですけど、ま、あ調べてみてください。中西さん、中西さんはマジで調べてみてください。ちょっとでも音楽興味ある方。ボーカロイドとか弾いてるし、まあ、もちろんハニーワックスの曲も弾いてるしっていうのもあって、あのね、結構、なんだろう、クランチって っていう音ギターの話にずれていくな <laughs> あの激しいハードロックじゃないですよ。結構、洒落た感じのフレーズ,フレーズあの、マウリーさんっていう方と中西さんって方が弾いてる脳症炸裂ガールとかめっちゃかっこいいです、ちなみに。あのー、ね、その辺の。 曲清掃爆裂ボーイとかね。ああいう系ですよ。あれ、めっちゃんこかっこいいし、東京テディビアとかもめっちゃかっこいい。やばい、音楽の話にずっとそれていくわ。<laughs> 一生それて帰ってこれなくなるわ。<laughs> ってことで、まあそこら辺にめちゃくちゃね、憧れたんですよね。うん。で、動画投稿してみようってなったのがまずきっかけなんですよ。なので、じゃあニコ動に動画出したのかっていうと、実はそんなことなくて、結局 YouTube なんだよね。スタートも。で、しょっぱな高校生の頃に僕はギターの動画を出してました。何本か。 意外とね、ギターの動画でもね、2000再生とかね、言ってたりはしたんですよ。収益化とかは全然してなかったんですけど、そもそもその時僕、アミュリって名前じゃないしなって思ったりしますけどね。うん。ってことでね、まあそんなことをやっていました。ボーカロイドの曲を弾いたり、その頃からちょっと動画を撮って、どうやったら編集ってこうなるんだろうみたいなのを学び始めたのが、その高校2年生ぐらいですね。はい。 まあ、そんな感じです。で、まあ、いろいろあって、えー、大学になりますと。はい。まあ、高校の頃は別にそれだけです。始めたきっかけがあくまでそこにあるだけであって、それ以上特にないパズドラを始めたのは、意外と高校かなそれも。高校でもね、始めたっつっても、なんか、やっただけ。なんか、本当に。やっただけ。アカウント一応作りましたぐらいな感じです。ドラゴンボールコラボとかやってました、その頃ね。 うん、っていう時期ですよ。はい。ブブソニとかの時代もあったかな、その頃は。うん。ちょっと僕もね、うっすらやってただけなんでね、その頃、だからあんまり初期の初期はやってないんですよね、パズドラの。で、友達に勧められて、こういうゲームあるよ、おもろいよ、みたいな。その時僕、ウィンドランナーやってましたよね。<laughs> ウィンドランナー、つむつむ、テンプルランやってた時代なんですよ、その時って。マジスマホが流行り出したぐらい。世の中に。スマホのゲームというものが世に流行り出したぐらいなんですよね。 ちょうどだから2012年とか13年とかぐらいだと思うんですよ、その頃って。うん。って感じで、まあ、やり始めましたと。はい。で、大学生になって、で、大学の時も、大学、そうだな、大学の2年からパズドラは、ちゃんとやり始めたって感じです。ちゃんと。なんか、ちゃんと毎日ログインするし、みたいな感じでやり始めました。なんか、闘技場1がね、その頃流行ってたっすね。流行ってたっつうか。一番難しいダンジョンが闘技場1。 昨夜とかが強かった。その時はね。うん。僕も昨夜で闘技場は初めてクリアしました。とかね。その頃ですよ。うん。懐かしいね。もう一生忘れないよ。俺、闘技場昨夜でやってた時代とか。ランダンでシバドロがクソ強かったとか。読みドラでエスカマリがバカ欲しかったとか。も、ま、う、あ、そんな一生の思い出ですよ。闘技場3でラードラがめっちゃ強かった。闇カーリーがどうしても2体出ない。なんなら1体も出ない。ね。チョコボで代用するしかない。デブチョコボね。 で、あとはクリスマスで闇カーリーが実装された。引くしかない。11万課金しないと出なかった。もうこんな、いい思い出ですよ。はい。って感じのことがありましたと。まで、まあ、大学3年にね、これ、ここですよ。皆さんがよく知ってる話が出ます。ここはね、結構散々話した、俺。この頃から、えっとね、この頃、もう網よりはいたかな、ここには。大学2年の時に、 YouTube アカウントはね、作ったんですよ、実は。うん。作りはした。でもその時、アミりになってたかは、ちょっと絶妙なライン。最初はね、なんかね、これね、でも話したことないところ行きますよ。名前をどうするかっていう問題があったんですよ。で、最初、メトロっていう名前にしようかなーっていうね、まあ特に意味はないです。なんか、響きがかっこいい名前探してて、メトロっていう名前、アクアっていう名前もいいなとか、うん。 メトロは本当響きだけで考えてて、アクアはただシンプルにこう水っぽい名前が好きだからアクアっていう名前いいなって思ってたんですけど、はい。あの、水系が好きなんですよ、僕は。ね。だからまあ、青色、基調としたイメージカラーのキャラクターになってたりとか、ね、水泳部だったりするんですけど、関係ないか。あの、青が好きなんですよね。ギターも青じゃないですか、僕のギターって。知ってる方、知らない方いらっしゃると思いますけど。 で、水っぽい名前が好きだなぁ、やりたいなぁって思ってて、で、雨よりになったのが、そもそも、アクアから、まずメトロが来て、雨メトロ違うなぁ、アクア、んアクア、なんかちょっとかっこよすぎるかなぁ、みたいな。で、水、水といえばなんだ、水といえば雨があるな雨、雨がつく名前のキャラクター、雨降り、 ああ、なんか、ナルトにそんなキャラいたなみたいな。<laughs> ここですね。アメユリが誕生するのは。はい。リンゴアメユリっていうキャラクターが、元忍び方な七人衆の一人にいるんですよ。はい。もう、結構マイナーなキャラです。ナルト知ってる方だったら、まあ、ギリ知ってるかなレベルです。ね。うん。ザブザとかなら知ってると思いますけど、元忍び方な七人衆で、江戸天生として登場してくるっていうね。まあ、そんな感じのキャラの中に、リンゴアメユリっていうキャラがいるので、まあ、そこですね。僕が引っ張ってきた名前はね。うん。 ってことで、アカウントがそこでアメ売りってなります。で、GM チャンネルっていう。まあ、GM チャンネルってなんでだろうっていうね。何 GM って言ってたまに聞かれますけど、あの、決してゴミではないですね。はい。決してゴミの略ではなくてですね。あの、ギター、あ、違うわ。ごめん、ゲームミュージック。ゲームミュージックチャンネル、お前が間違えんなって話ですよ。<laughs> ゲームミュージックチャンネルっていうので、ゲームとミュージックの略称で GM にしてるんですよ。 これは先ほど話したように、もともと音楽、ギターっていう動画を投稿していた僕が新しくチャンネルを作りましたよって感じだから、あくまでゲームがメインにはなってるんだけど、音楽も入ってるよっていうので、ゲームとミュージックをかけて、ね、アメリ GM チャンネルっていうのが完成しました。はい、って感じですね。うん。で、そこがね、多分大学2年なんだよ。まあ、20歳とか、それぐらいかな。 二十歳上位すぎぐらいかなって思いますね。うん。まあ、大学三年の春とか、おまあ、大学二年の終わりとか、それぐらいだと思います。で、大学三年。さあ、ここから始まります。怒涛の。まず、大学三年、えー。彼女が春にできます。はい。まず、ここね。 大事です。彼女ができました。大学3年の春に。その頃は動画をまだまあまあなんかちょいちょい気持ちでパズドライ出してみるかぐらいです。再生回数はちなみに44回です。覚えてます。44回でした。僕の再生回数は。はい。何の動画かって言ったね、すると、すると降臨だったかな。<laughs> すると降臨を勝つ動画だったかな。あと、チャレンはやってたかな。ちょっと忘れましたね。そこまでは。とかなんかまあ、 ね、その頃は何が伸びるのか、何がいいのかわからない。時代はもうマックス村井前世紀、みたいな感じの時代だったんですよ。まあ、そんな感じで、ね、スプリング・マオさんと、マックス村井と、で、えー、あとはミックスさんとか見たかなとか、まあ、あのニコニコの会議でやってたような時代だったかなうん。あの五右衛門で落ち込んねらうのはもうちょっと前か。まあなんかそう,そういう時代です、ニコ道のあの時代だったかなって思いますけどね。もうちょっと後だったかもしんない。うん。っていうぐらいの時代ですよ、本当に。 って感じでして。で、えー、そっからですね。まあまだ、その時は趣味。本当に趣味。とりあえずパズドラっていうゲームもおもろいし、えー、まあなんか出してみようとか。で、その頃あの、ナッチさんとかも全然すごい再生数叩き出してて、すげーな、みたいな。いこんな、パズドラで稼いだ金で、自分の好きなゲーム、課金したいゲームで稼課金額稼げたらめちゃくちゃうまいやん、みたいな。 それすごいやん、そのシステムって思って、いいなーって、憧れでしたね、本当に。憧れ。もうその時はすごい憧れで、で、もうずっとやってて、でもな、なれねえよな、そんな感じには、そんな簡単になれねえよなーって思って、まあ、ぼちぼち投稿してました。で、きっかけは、忘れもしないです。10月です。はい。大学3年の10月、えー、文化祭前日ぐらい。<laughs> 文化祭前日ぐらいです。はい。えー、振られます。<laughs> 振られました。はい。うん。理由、そこに理由がね、まあいろいろあるんですけどね。あの、実際ね、でも僕直接聞いてないんですよね。振られた理由って。言葉伝いに聞いただけなので、人伝いか。あのー、まあ、 振られたタイミングなんですけど、僕、コンビニセブンイレブンの夜間勤務やってたんですよ、バイト。で、夜間勤務しながらね、大学授業を参加して、大学で寝てたんですけど、あのー、夜間勤務中にですね、携帯がブッとなって、LINE 開いたらね、別れてほしいと。唐突に。深夜日付変わるぐらいの時間帯に、いやいやいやと。 タイミングというものがあるし、だいたい LINE で済ませるなって話ですよね。で、その、もうバイト中だからさ、そんな LINE ずっと携帯も開けないしさ、もう、俺も、なんだろう、頭真っ白だよ、本当に。働いてて、えみたいな。え、ちょっと待って、みたいな。もうそんな感じですよね。うん。で、その理由が、まあ、どうやら人伝えに聞いたところ、まあ、課金が嫌だったと。 ゲームへの課金が、まあ、その頃もうパズドラに結構数万単位で課金してたんですよ。ま、言ってなかた、言ってな言ってたけど、課金はしてることは多分言ってたけど、まあ、何円課金してたかまでは言ってないよね。ただ、課金したからと言って、じゃあ彼女と遊ぶお金がなくなってますとか、そんなことは全然なくて。ただ自分の趣味の範囲内で、こう、2万とか3万とか月々に課金してたみたいな感じなんですよね。どうしても欲しいキャラがいたりしてね。うん。って感じなんですよ。 だから別になんか、振ら、振られるほどか、みたいなね。まあ僕視点からしたらそうですよ。ね。まあ彼女視点からしたらね、そんな意味のないクソ趣味に数万課金してアホみたいみたいな、<laughs> そんな感じだったんでしょうよ。彼女からすればね。うん。まあ、価値観が合わなかったということですね。はい。さあ、こっからですね。もうこっからはセル編の孫ご飯みたいになりますよ。本当に。 ドラゴンボール知らない方はごめんなさいね。あの、セル編の孫悟飯知ってる方はわかると思いますけど、はい、16号っていう人造人間が、俺の大好きだった自然を取り戻してく自然や動物たちを守ってやってくれ。みたいな、まあ、そんなことを言って、セルに踏みつぶされて、ブチギレるんですけど <laughs>。そっからスーパーサイジン2に,に覚醒するんですけど、もうあれですよ。本当にあれ。うん。もう、そっから落ち込む、落ち込んだよ。まあ、落ち込んだけど、 それはもちろん、なんなか逆にもうブチギレたほんとに <laughs> そパズドラが好きすぎたのかな俺はなんかもうそこまでの当時の感情はそこまで明確には覚えてないんですけど振られてまあ一旦その日は落ち込んだんですけどそっからソシャゲの課金が嫌で振られたっていう理由を知ってからえだったらみたいなソシャゲの課金で見返してやるよっていう そっちに行ったんですよね。<laughs> そっちの方面に,りに怒りに行ったんですよね。落ち込むんじゃなくて、じゃあお前をパズドラで黙らせてやるっていう、見返してやるからな、絶対にっていうことになって、そっからもう、ゾカーンですよ、もうやる気がね。あの、数字がついてきたわけじゃない。やる気が伸びた。ただ単にね、やる気が。はい。 ってことで、もうがむしゃら。もうそこから何が伸びる一体どんなサムネを作ればいいサムネを作るためには何のソフトが必要なの動画編集には何のソフトがいる一番いいのは何みたいなね。で、こっからはね、結構話してない内容が含まれてくると思います。まず、ええー、そもそもパズドラ最初にぶち伸びた動画が、イルム艦隊の動画ですね、確か。 ま、6000再生ぐらいですよ。ブシ伸びたって言っても。あのー、イルムを、イルムが進化したんですよ。で、イルムが進化して、えー、その進化した日に、全部艦隊で使ってみたんですよ。確かね。そんな感じだったと思います。で、艦隊で使ってみたら、なんか数字がバーコーンって伸びて、あ、そういうことかと。新鮮さが命だと、このゲーム。ね。 まあこのゲームってパズワルだけに言えたことじゃないですけど、結局何にしても新鮮さが大事なんですよ。はい。あのー、例えば iPhone、最新が登場しました。そう最新が登場した日に出すからこそ伸びるじゃないですか、ああいうのって。もちろん、もっともっと人が人気な人、ヒカ,ヒカキンさんとかね。まあそういう人が出せば、いつ出してもいいと思うんですけど、そんな無名の方が出すんだったら、やっぱね、もう iPhone というものを求めてやっぱ見るわけじゃないですか。 初日とかにね、検索するわけじゃないですか。だから、そこに引っ掛けてやるっていうことで、とにかく、時間命で、その時から動画を出し始めましたね。例えば、コラボが来たら、コラボの日に、キャラを使った動画を出すとか、ガチャを引いた動画を出すとか、まあ、これは結構今でも意識しているところではあるんですけど、マガジンコラボとか、なんか覚えてるな、マガジンとかで、なんかその日に、ね、授業をサボって俺帰ってたわ。 大学の授業だったんで、一元とかもうある日は、月曜一元からある日でコラボ会社だった日はもう休んでましたね。なんか今とあんま変わってねえな。<laughs> 今も、まあ今会社変わったからあんまそうはいかないけど、前の職場とか俺全然月曜休んでたもんね。うん。って感じでね。まあとにかく月曜イベントスタートの時は月曜日を開けるとかね。そんな感じのことをやったりしてましたね。で、最初のね、収入、まあこれは言っていいと思うんですけども、 YouTube 収入って言っちゃダメって言われますけど、まあそれは今の額、決定した額は確か言っていいはずなんですよ。およそ最初、初めて稼いだ額って、まあ大きく稼いだ額かな。YouTube ってちなみに8000以上稼がないと入ってこないんですけど、そもそも。6万稼げたんですよ、YouTube だけで。すごくねマジすごくね ?YouTube だけで6万稼げたんですよ、大学時代にね。で、わ、もうそっからモチベがもう爆上がりして、うわ、クソおもれやん、これ、みたいな。 もうそんな感じで。で、そっからまた、いろいろ、ね、ソフトとか求めていきましたよ。そこで、フォトショップにも出会ったし、Adobe レミアプロっていうソフトを使えば、編集としては申し分ない編集ができるんだなぁとかあ、Mac だったらファイナルカットプロっていうのがあるんだなぁ。まあ、Windows 使ってるし、とりあえず Adobe p r e 高いけど使ってみようかなって言って、大学から Adobe を使い始めましたと。そんな感じですね。うん。 で、まあ、そっから編集ソフトはもうそこで正直固定されましたけど、まあ、マイクとかもね、最初スノーボールアイスとか使ったりとか、いろいろ試してみました。マイクね、計4、5本ぐらい買いましたけど、結局落ち着いたのが、まあ、これ言ってもわかんねえよな、わかんねえよな、スピリットのマイクっていうのに落ち着いたんですよね。スピリットのマイク使って、で、今はちょっとまた変わって、 で、今ね、あの、シュアーっていうメーカーのマイク使ってて、SM7DB っていうのを使ってるんですけど、まあ、それは結構人気なマイクなんで知ってる方は多いかもしれないって感じですね。実家にはスピリットのマイク置いてます。とかね。うん。まあ、そんな感じで、どこまで話したっけで、まあ、編集ソフトが確立されたでしょで、サムネイルの作り方もね、めっちゃ学んだ。うん。正直これも、 あのー、参考にしてたのは、最初はね、ナッチさんをね、参考にしてたんですよ、僕は。この人のサムネイル綺麗だなって思って、うん、参考にしてて、で、そっからね、まあ、いろいろ変わってはいくんですけど、最初はまあ、ナッチさんを参考に作ってたよって感じですね。で、大学卒業する頃の登録者が1500人になってた。1553人だったかな。うん。その頃には、大学の人たちにはもう、 全員、友達には一支で渡ってた。こいつ YouTube やってるぞっていうのがね。うん、って感じですね。まあ当時始めたての頃はね、結構馬鹿にされてましたよ。まあでもね、誰しもが通る道だと思いますよ。うん。馬鹿にされるよ。何事も馬鹿にされるんすよ。結局、人の努力っていうか、実ってない間の努力っていうのは馬鹿にされるんですよ。まあそのダイエットとかはまた違うかもしれないですけど、特にまあ、 大人じゃないとかね学生さんとかだったらよりバカにされるかもしれないですけどでも結局そこでやめてしまったら本当にバカにされて終わるだけなんですよね続けたそこに意味があるって感じですよねうん続けてたら何事も何かしらの成果にはなるんですよまあすごい無意味な努力をしてたら意味ないですけどちゃんと成長し続ける努力をしてたら絶対意味はあると僕は思いますね 仮に結果がついてこなかったとしてもね、同じことを、同じことじゃなくても、こう、何年間努力し続けたっていうのが素晴らしいことだなっていう風に思いますね。何の話ですか、これ。<laughs> って感じで、ね、まあ、自分を自我自賛してるような感じですけど、いや、でも、俺は、俺をすごいと思ってるよ、正直。だって、パズドラ8年間続けてたからね。 うん、実況8年間ぐらい続けてるから、俺は自分でも自分のことすごいって思ってますけどね。もはやもう今はルーティンですけどね。はい。って感じでですね、救急車も通ってきておりますけども、はい。で、ちょっとまあ話戻って大学卒業、1553人ぐらいで卒業しましたと。 で、まあ、まだ言っても1500人。まあ、十分すごいと思います。1500人でも十分すごいんですけど、まあ、全然食っていけないですよね。まあ、小遣い稼ぎ。その頃の収益が、だいたいまあ、2、3万稼げるかな、みたいな感じでしたね。確か。うん。まあ、もちろんそれぐらい稼げない時もある。1万ぐらいの時もある。だから、どっちかっていうともう、赤字。一生赤字。 <laughs> パズラに6万ぐらい月課金するから、もう赤字赤字って感じです。その頃ね。もうその頃から6万課金してるからね。大学生ぐらいでね。はい。って感じでやってまして、就職しちゃいました。はい。就職です。大学卒業して就職しましたと。で、え自動車学校の先生になりました。そっからね。うん。で、自動車学校の先生が、まあ、きつい。まあ、きつい。 あの、自動車学校の先生だけならまだいい。自動車学校の先生をやりながら YouTube するのがまあきつい。<laughs> あのね、自動車学校って朝9時から夜9時まで拘束されるんですよ、基本的にね。まあ、休みの数とかはちょっと繁忙期か繁忙期じゃないかによって結構変わってくるんですけど、じゃあ繁忙期だったとしよう。9時から夜、朝9時から夜9時までね、拘束されるんですよ。 で、帰ってきて動画を撮り始めるのが11時ぐらいなんですよ。ね。いや、うん、きついきついきつい。<laughs> 11時。きついきついきつい。出せて1本出せるかどうかみたいな。もうそんな感じだったから、マジもう寝ながら教習してたレベルだよね。もうそのレベル、本当に。実際寝てないけど。っていうのを3年間やってました。はい。で、しかもね、一番運が悪いのが、2月が繁忙期なの。 春休みだから、大学生が。ね。2月が繁忙期って何を示すかわかりますかパズドラの周年は何月ですか ?2 月ですよね。2月21日ですよね。はい、もう一番盛り上がる時に繁忙期なんだよ。<laughs> こっちも盛り上がってる。もう、自動車学校もしっかり盛り上がってる。ね、あっちも盛り上がって、こっちも盛り上がって、ワイ,ワイ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 って感じですけど、もう最悪だったよね。一番それがなんなら最悪だったまであるって感じですね。休みなんて取れたもんじゃないっていう。 ね、熱出しながら仕事してたもん、その時。って感じだから。でも、なんやかんや頑張って、頑張って、頑張って、その学、その自動車学校を辞めるまでに、1万人登録者突破しました。すごい。すごいよ、アメユリ。お前、あの環境下で1万登録者を突破できるのはすげえよ。ね、毎日投稿欠かさなかったからね、それでもね。 うん。ああ、でもそんなことはなかったかな。ちょっとたまに空いたかな。<laughs> たまにちょっと無理の時はあったけど。まあ、基本毎日投稿。まあ、週7投稿だね。週7本。投稿は欠かさなかったから。いや、すごかったって感じですね。いや、今、俺無理かも。今やれって言われたら無理かもしんない。若さゆえの努力ができたって感じかな。当時22とか23とかだから。まあ、体力はあったよね。まあ、今でも別にあるっちゃあると思ってますけど。いや、頑張ったよね。 って感じでしたね、その頃ね。うん。しかもなんなら、あの、自動車学校の方でも動画作ってたからね。自動車学校用の動画を作ってたからね。<laughs> 帰ってからね、その、YouTube をお前やってるだろうって、会社の職場にもう知れ渡ってて、お前動画作れるんだったら、自動車学校の動画も作れや、みたいな感じで、ちょっと YouTube チャンネルも作って、で、なんか教習教材みたいな動画作ってみたいな。まあ、そんなこともやってましたね。まあ、それはどうでもいいです。はい。 って感じですね。うん。で、YouTube をもっと頑張るために、その職場を正直辞めた。これが一番でかいですね。もちろん IT 系に進みたかったっていうのはあるんです。パソコン触るの好きだったんで、そんな、ね、かわいい女の子の隣に座って教習するのも好きですけど、まあ、そうじゃなくて、パソコンカタカタいじるのがめっちゃ好きなんで、そっち方面に進みましたと。いうことで、えー、それで、ちょっと前までの会社になりました。 で、ちょっと前までの会社で、あっちは土日宿、普通に休みですね。で、えー、そっからリーダー職に就いたので、まあ、すぐじゃないですけどね。まあ、2年目、3年目あたりでリーダー職に就いたんですけど、まあ、超自由にやらせてもらいました。<laughs> はい。おかげさまで、結構そこは定時に終わる会社だったから、登録者がぐん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 、もう自分の思い通り、もう YouTube 頑張りに頑張れたから、そこで。そこでどんどんもう、登録者2万人行って、 3万人もい、万人まで行って辞めたか。そうだよね。今3万ちょいだから。3万人まで行って辞めたのかな、そこで。だから2万人増やせたってことだね、そこでね。うん。いやー、これは、職場の環境が良かった。ですね。うん。ちゃんと仕事を定時に終わらせてくれるし、で、あとはまあ、これはまあ、ポジション的に結構僕が優位な位置に立ったので、うん、休みたい時に休めたっていうのがあるんですけど、 はい。それでね、月曜日休んだりとか、コラボ開始日は、もうパズドラのために全てを捧げましたね。もうプライベートなんてないから、もうパズドラのイベントが来る日は休む。もう七夕、織姫彦星が実装された時も、あの日は午前中にしたりとかしてたからね <laughs>。もうそんな感じ、うん。月食えの時もなんか午前中にしたりとか、月替わりの時。 ね、11月から、例えば12月1日になる瞬間とか、クエストダンジョンレベル15がまだ結構難しかった頃ですよ。今結構ぬるいからさ、まあまあそんなね、って感じですけど、結構月笛が難しかった時とかは、クリアするのにも少し時間かかっちゃうんですよ、どうしても。だから、投稿までに時間かかるから、朝眠くなっちゃうから <laughs>、あの、午前休くださいみたいな、<laughs> そんな感じのね、立ち回りをやってましたね。はい。まあ、会社側には迷惑かけてますけど、はい。まあ、言っても、 1.5から2人分は働いてたんで、まあいいでしょう。トントンですよ。<laughs> トントンでしょう。むしろプラスだろうって思いますけどね。はい。そんな感じですね。うん。って感じでね、やらせていただいて、で、今度は、ちょっともうこっからは正直もう今の僕に繋がっちゃってるから、これ以上話すことは正直ないです。ちょうど30分ぐらいだね。うん。こっからもう皆さんご存知って感じですね。はい。 うん、まあいろいろちょっとまだ話しててないところはもちろんあるけどまあ名前の由来だったりとかあとは、まあ、伸びたきっかけだったりとかもう皆さんよく僕が話してるのはその熱が入ったきっかけだよね彼女に振られましたこれはね結構話してるんでご存知の方も多いかなと思いますけどねまあきっかけが強かったんですよね僕の場合って結局今に至るまでなんでそんなに継続してるとか結局なんで こんな仕事があっても、どんだけ忙しくても、休まずに投稿してるかっていうと、きっかけが強烈だったんですよね、僕にとって。そう。なんかたまたま伸びたわ、みたいなスタートじゃなくて、何が何でも貴様を見返すみたいなきっかけなんですよね、僕。<laughs> ね、その時もうめっちゃ好きで、その子のこと。基本的に彼女さんはめっちゃ誰全員好きだったんですけど、結婚してもいいやって思えるぐらい好きな人としか付き合わないんですけど、で、 めちゃくちゃ好きだったのに、めちゃくちゃ好きだったタイミングで振られたから、めっちゃ辛かったんですよ。本当に。もう、辛くて。で、それを、どうにか、何かの糧にしないと、もう何かにのめり込まないと、もう、沈みすぎちゃう。本当に。もう、落ち込みすぎちゃっておかしくなるから、反発したよね、そっから。もう、って感じですね。だから、ここのきっかけがあるおかげで、今があるって感じですね。だから、彼女さんには、 一番感謝してるかもしれない。もはや。ね。って感じですね。あの方と付き合わなかったら、むしろ今の僕はいなかったと思うんですよ。所詮なんか、まあ言っても、例えば登録者1000人、2000人ぐらいで止まってたかもしれない。って思います。うん。彼女がいたから、彼女が振ってくれたから、今の自分がある。って言っても全然過言じゃないかなっていうレベルなんですよね。はい。認めてくれたんでしょうか 最近会わないな、その方と。結局ね、ちなみにその彼女とはね、仲いいんですよ、今でも。全然 LINE とか連絡取れば、全然取れるよっていう。会おうと思えば、まあ会えるよみたいな。まあそんな感じのレベルなんで。倹約ムードで別れたけど、その後仲直りしてるんでね。まあ復縁とかはないんですけど、そういう話は、まあ、まあ、また恋愛編で話しますか。まあそれはいい。<laughs> それはいいです。はい。まあ、そんな感じですね。で、 今はね、ちょっとまたこれは、アメりっていう存在とはまた、少し話変わってきますけど、じゃあ前の職場でいいじゃんみたいな。別にもう YouTube 一本でやればいいじゃんって。まあ、そう思われると思うんすよ。僕もそう思います。なんなら。<laughs> なんなら僕もそう思いますよ。今わざわざね、前の職場より正直きついところに行ってますよ。うん。まあ修行だと思ってますから、今。ね。で、なんでわざわざ自分をきつい環境に置いたのか、今ね。 っていう話なんですけど、結局、パズドラに支えられてるんですよ、僕のチャンネルっていうのは。パズドラが終わった時、君は何ができるのっていう話になっちゃうから、そうなった時に、動画編集の力を実務レベルに上げて、動画編集としても稼げると。それで全然やっていけるよっていう存在にしとく。パズドラがいざなくなった時もね。っていうので、今、動画クリエイター、まあ動画編集とか、 ウェブデザイナーとか、まあ、そういった方面に進んで、るって感じですね、今ねであのー、一人でも営業ができるようにちょっと営業力をつけるための仕事をしてるから、ちょっと不慣れな部分が多くて、今結構きつい環境にいるよっていう感じですね。はい。なんでね、まあちょっと自分の足りない力をつけるために今の職場にいるっていう感じで、結構きついんですけど、まあ、その中でも頑張っていますよと。 でまあ、数年後ね、まあ、大きく変われてるといいなって感じですよね。もちろんパズドラもやっていると思います。パズドラが終わらない限り僕も終わらないですから、パズドラが終わっても、何が起こっても大丈夫だよっていう立場になっとかないと、ね、食いっぱぐれるんでね、まあ、そんなことにならないように頑張ってますという感じですね。まあ、これからもね、えー、頑張っていきます。あのー、彼女に振られたっていう記憶は一生なくなりません。 <laughs> 一生なくならないので、そこのやる気持ち目。だから、それがあるからこそ、僕はもういつでもつ立ち上がれるというか、どんだけパズドラの持ち目がなくても、いやいやいや、お前あの時の気持ち忘れたかと。大学3年で、お前どんだけ悔しい思いしたなん。課金が嫌で振られたんだぞ、パズドラを否定されたようなもんだぞ、みたいな。<laughs> まあそんな感じでして、はい。 で、そこを忘れちゃいかんと。もう心に命じてですね。肝に命じて。で、一生やってるんで、モチベはまずなくならないですね。はい。って感じですね。はい。ということでね、まあ結構、まあラジオなんでね、結構自分語りになっちゃうところあるんですけど、ちょっと自慢チックに聞こえたら、ちょっと申し訳ないっていうのはあるんですけどね。はい。ということで、救急車2台目通りますけど、聞こえますかこれ。救急車通ってるの。 もうこの、この頻度で救急車が通るから、ね、なんだったら今日、ひあの、僕の家の目の前に救急車止まってたから。もう、この、何,何みんな。で <laughs>、30分に1回ひ、人、倒れてる。<laughs> 本当に、なんかまあ、東京だから人が多いのか知らんけど、救急車多すぎな。はい。まあ、そんな感じですね。うん。まあ、どうでもいいですね。そんな話はね。って感じでした。これからもね、 頑張っていきます、はい、自分がぶっ倒れるまで頑張っていきますんで、ぜひですね、あの応援してくださる方は、動画に高評価でもしといてください。あと、応援のメッセージ待ってます。まあ、いつも応援してくださってる方もいると思います。その方は結構伝わってます。はい。ってことでね、30分、35分ぐらい話しました。ちょうどいいんじゃないですか終わりましょうか。ってことでね、今回は、網リり立志編。 ということでね。まあ、あ超簡潔にまとめると、動画投稿を始めたのはそもそもギター動画で高校生。パズドラを始めたのは大学生。まあ、本格的にね。で、大学3年で彼女に振られたことによって、本気のアメりが爆弾する。で、本気のアメりはどん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 頑張って、えー、伸びるきっかけを見つけ、そこから就職はするんだけども、頑張って頑張って投稿して、で、その先転職して、 え時間を作って動画を一気に伸ばして今に至るといった感じですね。超簡潔に言ったらそんな感じです。はい。いうことでちょっとまあ皆さんが実は知らなかった文もも知れたんであれば僕的には良かったかなって思いますね。はい。って感じでした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ご成長ですか見てねえか誰も。<laughs> 別に画面動いてないもんな。これな。基本的に声だけだからな。 はい。てな感じですね。今度は、どうしようかな。何話そうかな。恋愛編話す話すって言って話してないもんな。まあ、恋愛編ってなんかな、より自慢チックになりそうで、あんまり、なんか、微妙かなって思ったりするんですけどね。うん。まあ、ちょっとおもろい話はできるかもしんないけど、恋愛編の方が意外とおもろいかな。ちょっとおもろいな。変なやついたからな <laughs>。変なやついたけど、そんなちょっとまあやばいやついたけど、 そんなね、摩訶不思議な彼女と付き合ってたわけじゃないしな。うん、とか。あとはまあ、無難に好きなアニメ編でも、好きなアニメ編話しても、そんな面白い、そのアニメ知ってる方からしたら面白いけどっていう、ちょっと偏り出ちゃうかもしんない。万人受けするのはやっぱね、やっぱ人間なんで皆さんね、恋愛とかやっぱ興味あるんじゃないですかね。 とか。まあ別に僕が何もそんな言えることはあんまないですけどね。って感じです。はい。ということで終わりましょう。また気が向いたら投稿します。さよなら。